パリ五輪のサッカー男子日本代表が24日、日本時間25日に一次リーグ初戦を迎え、相手のパラグアイが弱すぎると話題を集めている、大岩ジャパンの初戦は熾烈な南米予選を1位で通過したパラグアイ。難敵かと思われたが、蓋を開けてみると日本が序盤から圧倒。パラグアイはラフプレーを繰り返すのみで、 ついには前半25分に背番号10の MF ビデルビエラがフォワード平川優、ブリストルシティの足をプレイから遅れて踏みつける危険なプレーでビデオアシスタントレフェリー、VAR が介入した上で一発退場。10人になると、日本はサンドバッグ状態で攻勢を続けた。 軽率なプレーの連続でパフォーマンスの低さばかりが目立つパラグアイに、ファンやサポーターからはネット上で、パラグアイ、前線からのプレス強いけど中盤から飽きなるな、ディフェンスも弱いな、パラグアイ一発退場あれはダメでしょう。アフターで行き過ぎつか本当にパラグアイ南米予選1パラグアイこれで南米1位ってマジか、などと弱すぎるとの声が続出、ブラジルやアルゼンチンなど競合を押しのけて南米1位通過したのは、ただのまぐれだったのだろうか。